皆さんこんにちは。ということで今日もですね、動画の方を出していこうかなと思いますけども、今日扱う内容はですね、テレ朝でまたですね、恐ろしい出来事がありましてね、詐欺で逮捕されるという、社員がですね逮捕されるという事件が起こりました。これは3月1日の話なんですが、奥山明宏容疑者47歳、詐欺容疑で、報道局番組、報道番組センター所属の方なんですけどね、この人が大阪府警に逮捕されたというような話がありました。今日はこれについて扱っていこうと思います。その前にですね、チャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いしますということで、今日もですね、動画の方を始めていこうかなと思いますが、ぜひともチャンネル登録、この動画の下の欄にございます、私のチャンネル名の右横にあるチャンネル登録ボタンをクリックしていただけますか、もしくはですね、この辺にあります私の、チャンネルのロゴをクリックしていただけますとチャンネル登録できますので、よろしくお願いしますということで始めていこうかなと思いますが、いや、すごい話ですね。IT 導入補助金っていうのがありまして、簡単に考えていただけるならば、あれですね。ちょっと前にあったね、ありましたね。コロナ関連の、コロナ助成金。企業が、コロナで、コロナの負担を支援するために話したコロナ給付金とかですね、その辺の給付金詐欺と同じように、この同じような IT 導入、IT を導入する企業に対して払うこの IT 導入補助金をですね、ある会社とでグルになってですね、ホームページ作成会社とグルになって、やってた一連の騒動ということなんですけども、これで捕まったのは、今回捕まったのはさっき言った奥山明宏容疑者で、この人はデスクやってたんですかね、奥山さんは、報道局、報道番組センター所属ということでね、確か J キャストチャンネルでしたっけかなんかに出演されて、スーパー J チャンネルですね、テレ朝の報道番組なんですけども、スーパー J チャンネルの特集担当デスクもやっているこの方がですね、なんと詐欺罪で逮捕されるということになりまして、これは大変、しかも驚いたことにですね、その2月8日にはですね、三田健人容疑者49歳がセールスプロモーション局ソリューション推進部長の部長さんがですね逮捕されるという出来事が終わりましたということもあって、これと関連性が疑われている話なんですけども、同じ事件で逮捕されたということなんですね。いや、これはすごいなと思いましたけどね、もちろん上の人がね逮捕されるって、上層部が逮捕されるのは大問題、部長ですから幹部なんですけどね、なんですけど、それ以上にやっぱりこのね、番組出てた人が、特集でデスク出てた人がですね、詐欺罪で捕まるっていうね、いや、これはね、なんかたまげたなというかですね、いや、なんかそういうテレビ局なのかなっていうふうに思われても仕方ないのかなと僕思いましたね。すごいことになりましたね。で、ちょっと前に社長も逮捕じゃないですけど、亀山さんっていうね、亀山刑事さんっていう、63歳が辞任したというのが2月10日にありましたけども、これは会社経費の私的流用が発覚ということで、ゴルフとかですね、食事とか、そういうのを、60万円なんで、大した額じゃねえじゃねえかっていうふうに、そういうような論調もありますが、そういうのがあったということで、更迭というか辞める羽目になって、で今はですね、テレ朝の天皇と言われてるらしいんですが、早川さんって方がですね、今も、やられている、早川博さんが今も、テレ朝、今社長と会長兼務されて引っ張っておられるそうなんですが、そういうこともあってですね、不祥事があって、これはちょっと別件で、ある種のテレ朝内の権力闘争があったんじゃないかって話もあるんですが、それとはまた話が違いますけどね、ただ不祥事が相次いでるってことは間違いない。これは東京オリンピックの何でしたっけ、終わった後になんか飲み会やってたみたいな、そういうので、トラブルもありましたよね。っていうのもあってですね、いや、これは厳しいんじゃないかなと僕は思いますけどね。会社としては大変遺憾であり、今後の捜査をですね、進展を見守った上で厳正に対処していきますと言っていると。
ただまあ業務外の私的行為と見られる当社業務との関連は確認されてないということで、関係ないと言いたいんでしょうね。なんでしょうけど、まあ結構問題ですよね。まあ僕はね、一番何が問題かと思ってるかって言われますとね、もう早川さん、まあ何個か問題点はありますけど、早川さんって今ね、テレ朝の天皇って言われてるって話ですけども、まあ社長もですね、さっき言ったね、辞めさせられた私的な用途にね、不正にこう、何でしたっけ、不正に、そういう、何でしたっけ、経費をですね、会社の経費を不適切に利用したっていうので、社長辞めたわけです。この社長も、早川さんが抜擢したということで、思われますし、まあそういう中で、やっぱ早川さんっていうのが、まあ早川さんのイエスがないとですね、何も進まないそうなんですよね。早川さんが、やっぱ今ね、テレ朝の報道ステーションも、大越さんをね、連れてくるっていう決めたのも、早川さんにこう お伺いを立てないと決まらないということで、まあ、早川さん絶対的な権力を握ってるっていうのがあるみたいですね。まあそういうこともあって、やっぱりこう、権力が集中しすぎてるせいで、まあ一人じゃね、基本的にはあんまり聞きませんから、なんて会社を管理するなんて無理ですから、まあそれによって、管理が効いてないというか、目が行き届いてない部分が出始めているっていうのもあるし、あとやっぱ権力がね、こう集中しますとですね、腐敗しやすいっていうのもありますから、まあ、そういうのがですね、腐敗しやすいっていうか、もうこの社長さんもね、ちょっと腐敗してたところがあるわけですから、任用してたね。まあだから、日大の問題もありましたけど、まあ日大のね、会長も問題、日大の理事長もね、元理事長も問題ありましたけど、まあそれ以上に取り巻きがですね、問題を抱えてる人が集まりやすいっていうのがありますからね、こういう、めっちゃ権力握ってる人、まあ、もちろんね、リーダーシップっていうのは必要なんですよ、会社経営において利益を生み出すためにはね。それ以上に、ただそれ以上にですね、まあ、こう、リーダーシップみたいなの、大事なんですけども、この権力というかですね、一人にこう権力が集中しすぎるっていうのも問題なわけなんですね。なので、まあ、局面、まあ、ケースバイケースですけども、ただまあ今回の場合はそのね、いろいろ暴走してしまっているというかですね、いうのもあったりとか、あとはまあうまく管理ができてない、まあ、やっぱ一人にこう権力が集中しますが管理できないってありますからね、そういう意味でやっぱチェックが働いてないところがあるのかなと思うんですよね。で、加えて、まあ、もう一個の問題は、やっぱテレ朝自体が、やっぱ会社に緊張感がないというかですね、正直言って、利益が落ちようがですね、まあ、会社がね、収益が、よっぽど悪すぎてですね、借金返せなくなったら会社破綻しますけども、まあ、そうまでいかなければ、基本的には生き延びられるというか、普通の会社であれば買収されたりしますけども、いや、その買収される心配は基本的にテレビ局今ありませんので、まあ、緊張感ないよね、というのが一番の問題というか、そういうところがあるんだろうなと僕は思います。一番ね、やっぱりこうテレビ局っていうのは、まあ安全を保障されてるというか、総務省に守られてる、ガチガチに守られてるところがありますし、基本的にはね、電波も取り上げられることは基本的にはありませんので、まあ漫然とやってても別に何もお咎めなしなわけですよね。そういう中でですね、やっぱ緊張感がなくなって、まあこうおごりが出てきたっていうのは間違いなくあるんだろうなと、これは思いますよね。やっぱこう株主のチェック機能が働きづらいっていうのは、やっぱ株主の、まあそのね、そもそもその買収もできないし、ちょっと不自由があると、普通の会社と比べると不自由がある点で、やっぱこう後を加えてですね、ほとんどの株を、まあ、テレビ、朝日新聞が持ってたりとかですね、その朝日新聞は誰にも買収されないっていうのがありますからね。朝日新聞の株っていうのは基本的には他の会社は買うことできませんので、守られてますからね。そういうので買収できないっていう法律がありますので、まあ、そういう中でやっぱりこれはね、なかなか今の日本の株式の関係というか、まあ、めちゃくちゃ新聞社がまず守られてるっていうのもあるし、その新聞社に買われているテレビ局もまた守られてるというのもありますので、これはなかなか改善するのは難しいだろうなと思いますよね。不祥事があるっていうのはしょうがないところなのかなと思いますよね。ただまあ僕一番驚いたのはデスクですよね。昨日までなんかまともなこと言ってこうすべきだとか言ってるような人がですね、
いきなり昨日、次の日にはなんか詐欺罪で逮捕されてるっていうのは、いやこれはまあなんか、なんていうんだろう、視聴者をバカにしてるっていうかね、ちょっとこれは本当になん調査しないとですね、まずいというか、本当に社外のことかもしれませんけど、内部の問題として捉えるべきじゃないかなと。だって著しくですね、それは、提供してたね、番組の質を低下させるというかですね、信頼を打ち直せるものですから、それちゃんとやらないと、示しがつかないというかですね。ただまあ、本当にそういう環境、やっぱテレビ局が競争できる環境を作っていかないと、一向にこういうことはなくならないと思うんですよね。それは絶対そうだと思うし、それはもう国が頑張ってもらうしかないんですけど、まあ今ね、そういうなんか利権構造というか、テレビ局と国と政治家とね、つながってたり、強いつながりを持ったことですね。そういう流れ、まあ日本のメディアっていうのは、まあ腐敗する一方なんだろうなと僕は思ってますね。はい、そんなところで今日は終わろうかなと思いますが、いやこれはね、もうテレ朝はなんかもう行くとこまで行くんじゃないかなと僕は思ってますね。でまあ気がつくともうなんか誰も見てもらえないようなですね、なんかテレビ局になってんじゃないかなと僕は思いますけどね。そのところで今日終わろうかなと思います。以上です。